ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、ディズニー・ハリウッド・スタジオディズニー・ハリウッド・スタジオは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドの、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある4つのディズニー・パークの、うちの1つである。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート2989年5月1日に、開園した映画をテーマにした、ディズニー・パーク。同リゾートで3番目のディズニー・パークである。 ディズニー・ハリウッド・スタジオは以下の7つのテーマエリアで構成されている。ハリウッド・ブールバードはパーク全体のエントランスとなるテーマエリアでショップやレストランなどが多く立ち並んでおり、ディズニーランド型のテーマパークにおけるメインストリート・ USA のような役割を果たしている。ロサンゼルスにある通りをモチーフにしており、メインゲートはパンパシフィック・オーディトリアムをイメージしている。 なお、パンパシフィックオーディトリアムは、パークオープンの3週間後である1989年5月24日に、火事で焼け落ちてしまった。チャイニーズシアターを模した建物内部には、長年、ザ・グレート・ムービー・ライドというアトラクションが位置していたが、2017年8月で終了。後継アトラクションとして、ミッキー・マウスをテーマにしたアトラクション。 ニッキーとミニーのラナウェイレールウェイを2020年3月4日にオープン。エコーレークは小さな楕円形の人造庫とその周辺のアトラクション群によって形成されるテーマエリア。人気映画シリーズのスター・ウォーズ・インディ・ジョーンズをテーマにしたアトラクションがあり、また1950年代の SF 映画をテーマとしたレストランもこのエリアにある。グランドアベニューは マペットをテーマとしたテーマエリアであったマペッツコートヤードを解明したテーマエリア。もともとはマペットスタジオとしてライド型のアトラクションが作られる予定だったが、結果としてシアター型のマペットビジョン 3D が作られることとなった。以前までここはストリーツオブアメリカというエリアの一部であったが他のテーマエリア開発のため、 マペッツコートヤードのエリアだけを残して2016年4月2日にクローズした。アニメーションコートヤードはウォルトディズニーアニメーションスタジオなどの映画やキャラクターらをテーマにしたエントランスのスタジオアーチが印象的なテーマエリア。スターウォーズをテーマとしたスターウォーズローオンチベイやリトルマーメイドやディズニージュニアのキャラクターのショーがある。またミッキーアベニューと呼ばれているエリアでは ディズニーパークの舞台裏を知ることができる。サンセットブールバードは1994年に行われた最初の拡張でできたテーマエリア。ロサンゼルスにある同盟の道路をテーマとしている。タワー・オブ・ティラーやロックン・ローラー・コースターなどの激しいアトラクションやファンタズミックなどのショーもこのエリアで見ることができる。2015年8月スタジオバックロットツアーの跡地に 新エリア、トイ・ストーリーランドを建設することを発表した。このエリアでは、ディズニー・ピクサー映画、トイ・ストーリーに登場するアンディの家の裏庭の世界が再現され、スリンキーの背中に乗るファミリー向けのローラーコースターの建設や、既存のトイ・ストーリーマニアのコースも拡張。また、現在ピクサープレイスに入り口がある、トイ・ストーリーマニアの拡張。 入り口の変更も行われる。これに伴い、ピクサーアニメーションスタジオをテーマにしたテーマエリアであり、もともとはアニメ制作施設だったピクサープレイスは吸収される形となった。2016年4月3日に工事は、はじめ2018年6月30日に完成した。おもちゃいっぱ杯の世界、トイストーリーランドには、 ディズニーパークでは初登場となる新作ローラーコースターなど2つのライドアトラクションとクイックサービスのレストランが新登場。また人気の季節アトラクショントイストーリーマニアもリニューアルした。2015年8月にスターウォーズのテーマエリアを建設することを発表した。公表されたアトラクションは2つで、1つはあのミレニアムファルコンに乗り銀河をハイスピードで巡るというもの。 もう一つはゲストが銀河戦争の兵士として戦いに参加できるものである。2017年7月、エリア名をスターウォーズ・ギャラクシー・ SH とすることが発表された。2019年8月に一部施設がオープンした。ありがとうございます。